例えば投資詐欺に引っかかっちゃったみたいな人たちを見てると、はいはいはい、大体2つのパターンがあって、はい、1つは元本が保証されてる、はいはいはい、絶対損しないって言われているものにやっぱ引かれちゃうっていうのと、もう1つは、まあ、例えば1年間で、まあ、倍になりますとか、はい、まあ、例えば 10% ぐらい1年間で上がりますみたいなことを、まあ、言う人たちの話をもろに受けちゃうんですよね。でこれはやっぱり NG だと思うんですよ。あ、その貧乏人がね10倍に増やしてあげれば勝手にやればいいですけどいやいや、資産運用っていうのは貴族が、はあ、あの子孫のためにねそれを運用するっていうのはもともと投資なんで、はあ、基本的に投資っていうのは全て守りなんです。守り。でも一発夢みたいじゃないですか吉村さんはまずそもそも投資をしない方がいいです。僕もう参加できないですか。本日のトークメニューでございます。攻める守る今取るべき投資戦略、リスクを招く投資の NG 行為、お金を守って増やす最強のハウツー、オフレコボックスですね。投資で競争、日本の未来というような話でございます。さあ最初のテーマ、攻めるか守る、これ今取るべき戦略はということで、森永さんからいきましょうか。そうですね、僕は今結構ね株も仮想通貨も軒並み下がってます。はいはいはい、まあ、投資したいんだったら攻めなきゃ増えないですから、はい、攻めちゃえって思いますけどね。今攻め時。いやだって結局下がってる時に怖いからって言って何もしなくて、はい、でそういう人って上がっていくとなんかこれはなんかバブルだからいいやとかって言って結局何もしないまま終わっていく人がいると思うので、ね、はい、まあ、逆に下がっている中でも下がる必要がないのに一緒に下がっちゃうっていうのは株とかに投資した方が、まあ、冬の時代が終わった時に大きく儲かるんじゃないかなと思いますけど、ね、なるほど、攻め時ということ。まず攻めか守りかだけ聞いていきましょうか。はい、西村さん、こちらまあ仮想通貨も含めてですけど、私はやっぱり下がるともう買いたいって思っちゃう変態なんですけど。買いたい、私も買いたい。そしたらまた下がるんですね、うん、あれ何なんですかね。でもこういう番組がされるってことは、まあ、今一旦ちょっと守りに一票です。あら、守り一票、はいはい、やっぱりメディアの方が騒ぐと終わるんですけど、まだそんな騒いでないじゃないですか、はあはあ、ちょっとみんな考えようみたいな空気なので、な一旦考える時期なのかなって、はあ、なるほど。もうちょっとメディアが騒ぎ始めてから攻め時、はい、今は守り時と、はい、割れましたけども、さあおばさん。いやいや、攻め、ありえないです。投資っていうのは、はあ、本質的に守りです、はあ、なるほど、ええ、どの時代も攻めなんかない。いや、戦略っていう言葉自体間違ってて、ほう、資産運用ですから。ほう、その貧乏人がね10倍に増やしてあげれば勝手にやればいいですけど資産運用、いや、いいですね、今日ガソリン撒いてますね。いやいや、資産運用っていうのは貴族が、はあ、あの子孫のためにね一度こう蓄えた、貴族ってどうせ何もしてないんで、はあ、自分の資産を守るしかないんですよ。なるほど。でそれを運用するっていうのはもともと投資なんで、はあ、基本的に投資っていうのは全て守りなんです。守り、基本は守り、ええ、攻めてるやつは貧乏人です。そうです、でも一発夢みたいじゃないですかそれギャンブルでしょ。はい、でもここでなんとかっていうのもあるんで、ええ、そこを今日聞きたいんですよ。まあなくなるだけでしょ。はい、なくなったんですしっかりなくなったんです。だからまあ戦略というよりはその基本的にはスタンスは守りだよというお話ですもんね。はあ、結構な、攻める守る、もう当然ながら守るというもんでございますけど、ちょっとまあ攻めるの森永さん、どう攻めますか。そうですね、例えば今こう株式市場が下がってるって、はあ、みんな言いますけど、何を持ってみんな下がってるって言ってるのかなっていうのがまずそこ整理しないといけないと思うんですよ。なるほど、うん、で例えばよく日本株が下がってるとかって言いますけど、はい、みんなが言ってるのって日経平均が下がってるとかってそういう話だと思うんですよね、はあはあはあ、で日経平均って日本にこう3800社ぐらい上場している中で、はい、その中で225社だけ選んで、はあ、それで作った指数が下がってるってだけなんで、はあ、逆にそのそれ以外の株の中にはすごくいい会社が普通に眠ってるんですけども、はあ、なんか全体が下がってるような感じだから、その本来売られる必要ない株とかも売られちゃったりしてるんですよ、一緒に。はい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 。逆に僕からすると、あ、こんな値段でこの株買っちゃっていいのっていう局面なので、いいやつ選んで買っとけばいいじゃんっていうふうに思います。なんか引っ張られちゃってるわけですね、全体に。そうですね。でも本来の持ってる力はこんなもんじゃないよと、うん、だからまあラッキーっちゃラッキーなのかもしれないですね、攻める人からしたら。そうですね、だから逆にこう理由がわからないぐらい売られている株も個人的にあると思っているんで、なるほどなるほど、そういうものを拾っていく
にはいい瞬間なんじゃないかなと思いますけど、はあ、なるほど、それを探し出せということでございますけどさ、そんな中、まあ、西村さん、守り時ってそのメディアが騒いでる、騒ぎ始めたら攻めるってことなんですか？騒いでいっぱい言われると大体なんかそのトレンドが終わるかなっていう感じってないですかね、はあはあ、なんかそういうイメージがあるので、だからもっと日本のメディアがやばいやばい、もうダメだ、危ないって言った時はもう買い時ってことか。そうかなって思ってます、はあはあはあ、はい、仮想通貨も。仮想通貨は今ちょっと気に食わないのは、気に食わない、気に食わないんですよ。その仮想通貨そのもののニュースで、まあ、少しはあるんです。イーサリアムがちょっと大型にこう変わって、はい、あのプルーフオブワークっていうのからプルーフオブステークっていうのに大きく変わったとか、そういうニュースはあるにはあるんですけど、でもこの値動きは仮想通貨自体のニュースというよりがこの金融とか世界情勢全体に引っ張られてる感じがするので、うん、もっとなんかその仮想通貨暗号資産のこう本質を見てみたいな、なんか思いがあります。いやいや難しいからね、見れないですよ僕だって、読んだと分かんないんだもん、難しいのバーってなるんで。実際もっと使われるとか、はいはいはい、なんかその上で開発が進むとか、はあ、キラーアプリが出てくるとか、なんかそういうやっぱり仮想通貨そのものの何かニュースで値動きがあってほしいなっていうのを待ってます。だから芸人の楽屋でその仮想通貨の話し始めた翌週ですね一発目の大暴落が来たのはだそれを見ときゃいいんですよね、芸人がやばいやばいって言ったら逆張ればいいわけですね。ぜひなんか指標を作っていただきたい。はあ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 、なるほど。そしてもう当然ながら守るっていう小畑さんでございますけど、投資はされてるんですかご自身で？やめました。やめた、ええ、で過去はどういったものをされてたんですか？いやもうデイトレーだったんですよ昔。あ、昔そうなんですか、ええ、よく知ってますね。やってました？いや、やってはいないですけど、そのやってる人の姿を見てるとみんなしんどそうで、あ、なんか胃液がピューってこう飛び出るのを、ね、初めて体験しましたね。それどんな時に出たんですか？その言いたくないですそれなんかとんでもない動きなんか、寝てなくて疲れてなのか、なんかものすごい儲かった後、はい、ものすごい暴落したんですよ、はい、あのライブドアショックで、はあ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 、そしたらなんかネット証券の表示が壊れて、はい、なんか資産残高がマイナス1億円って書いてあったんですよ。え、マイナスになるわけないですよ。ないです、はいはいはい、ゼロなら分かりますけど、はい、それでなんかねパニックになって胃液がビューって出たから、もう俺以上の経験してるじゃないですか、研究のために最初やってたんですけど、はい、コードファイナンスっていうね、はい、で要は投資家って合理的じゃないよねっていうのの研究を、はあはあ、まあ、僕の師匠がやってて、はい、何言ってるかよく分かんないんで、とりあえずやってみなきゃ分かんないと思ったら、かなりやらないと分かんないんで、はあ、それで本とか書いたからいいんですけど、はいはいはい、全然印税ぐらいじゃ取り返せないぐらい、なんか、はあ、胃液の分は損しました、ね、それは、はあ、なるほど、それぐらいやっぱ難しいもんだし、資産運用ってのは要は貴族のものなんですね、はい、だから自分の欲望のために増やしたいとかダメなんですよ。子孫末裔までね、300年後どうなってるかってことなんですよ、はあ、だから皆さんね、大体失敗するのは売るのが下手なんですよ。売るのが下手、なんかパニックになって売ってその後戻ってくるとか、はい、だから売るようなものを買っちゃダメなんだよ。なるほど。一生持ち続けたもう子孫末裔までずっと持ってるようなものを、それでも OK なものを買うってことです。さあ続いてリスクを招く投資の NG 行為ということでございます。さあ森永さん。そうですね、まあ自分っていうよりは周りの人たちを見てて思うんですけども、やっぱこうスケベ心って良くないなって思うわけですよ。なんかちょっと傷つけたらすいませんとか。いやいやいや大丈夫ですよ、もうもろスケベ心ですから僕なんて。まあやっぱりあの周りで例えば投資詐欺に引っかかっちゃったみたいな人たちを見てると、大体2つのパターンがあって。2つしかないですかパターン。はい、1つは元本が保証されてる、はいはいはい、絶対損しないって言われているものにやっぱ引かれちゃうっていうのと、もう1つは、まあ、例えば1年間で、まあ、倍になりますとか、はい、まあ、例えば 10% ぐらい1年間で上がりますみたいなことを、まあ、言う人たちの話をもろに受けちゃうんですよね。もろに受けちゃいますね。でこれはやっぱり NG だと思うんですよ。あ、でこれ一応法律上そもそも金融機関でも何でもない人が元本保証しますって言って勧誘すること自体本来おかしい話だし、うん、そもそも金融商品を金融機関でも何でもない人が売りつけることも本来おかしいんで、うん、そのあたりの法整備されているっていうルールさえちゃんと頭に入っておけば、はい、
まあ、あんまりそういうのに引っかからないかなと思うんですけれども、引っかかっちゃうんですよね、下心ってやっぱそれ飛び越えてくるんですよね。そうなんですよ。なのでスケベ心は絶対 NG だなっていう。絶対 NG、 なるほど、そこは絶対ダメと。さあ西村さん、なんかやっぱポジションを持ってる時って人間ってやっぱ普通じゃないと思うんですよ、心理状況が、うん、だって持ってるんで、はいはい、持ってない時に比べたら持ってるんで、なるほど、やっぱり興味ありますよね、はい、普通じゃない、はい、どうしようって思ってるし、なんかこれが増えたり減ったりして喜んだり悲しんだりするんで、はいはいはい、でもなんで持つ前に行動を決めとくことってできるはずなんですよ。でその時はなんかイメージしてて、上がったらこれぐらいで売ろうとか、なんかこれぐらい下がったら損切りしようっていう、その決めた行動を絶対忘れるんですよね。忘れる。なんでその前に決めた行動をもう絶対その時の自分を信じて守れるか守れないかがやっぱりすごく問題だなっていうのと、あ、なんで守れないんですかね。もうこのぐらいまで上がったら僕はやめますって言ってんですよ、やる前に、自分の中で。そうですよね。でその時になっても絶対売らないんですよ、なんか。で差し値変えちゃったりしますよね、はい、いやまだいけるよと思っちゃったり。多分でも100回ぐらいやんないと治んないのかもしれないですけど、人間って。じゃあ100回ぐらい失敗してるってことですよ。私あと99回やんないといけないですよ、失敗。これは厳しいな。投資じゃなくても難しいじゃないですか。なんかダイエットでもなんでも。なるほど、なるほど。やっぱ言ったことができるのか、自分はって常に問いた方がいいかもしれないですね。最初の目標通りにちゃんとやらないと、最低でもスタートラインには立てませんよということですね。そうですね。もう決めて寝てるのが一番いいような気がします。なるほど、なるほど。はい、さあ、聞きましょうか、大和さん。NG 行為、誰にとってって問題ありますよね。吉村さんはまずそもそも投資をしない方がいいです。僕もう参加できないですか。今聞いてる限りでやればやるほど損しそうなんで。僕ダメ。ダメでしょ。俺久しぶりに大人に怒られましたよ。ダメでしょって。勧められるものは僕は全部断るんですよ、うん、おかしいでしょ。なんか綺麗な女の人来てあなたが好きだわって言ったら絶対嘘じゃないですか。絶対かどうか分かりませんけど、かなりの可能性で、ほぼ一緒ですよね、はい、儲かりますよって言ってお前やれよみたいな、はあはあ、でもマーケット関係者って結構株進めるんですよね、はあ、なんとかテレビな、経済のまともなことやってそうなビジネスニュースとかやると、はい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 、株のアナリストが出てくるんですけど、あいつら常に買いですから、はい、僕一回売りで出たらもうすぐもう出なくなります。本当のこと言うと出なくなるんですよ。どんな時でも買いなんです、まあ、もちろん買いな時もあるかもしれないけど、売りな時も ね、あるけどダメなんですね。これはね2つ理由があるんですよ、うん、